はい、どうも私でございます。本日はですね、こちらのえっ、ー、と未婚化する日本という本を読んできました。えっ、ー、とこちらの方で、今僕はその婚活アプリで。 なんか彼女を作ろうっていう企画をしてるんで、まあ、そちらの方に合ってるし実際これペアーズの,のがエウレカという会社が経営してるんですけれどもエウレカの CEO の人も、えー、と入ってるって形でやっぱペアーズしてる身からしたらやっぱこういうねあの付箋つけたいとか情報っていうのをつけないといけないなと思って見させていただきました、まあ、でも実際そのペアーズ攻略法っていう本があるんで、まあ、純粋にペアーズとかマッチングアプリで可愛いこ子とか20代の女の子とかと,、えー、と付き合いたいなっていったらそっちの方になると思います。でこちらの本はあの正直 彼女を好きな可愛い彼女を作りましょうとか40代で20代のこう口説きましょうとかそういうことではなくて単純にあの未婚してる日本を救いましょうということなんでだから、まあ、極端のこと言うと,、えー、と妥協して結婚しましょうということですこれこの本で言いたい一言はそれをいいのかっていう話なんですけどまあまあそれを置いておいてでこのペアーズさんのこの。 未婚化する日本という形で,でマッチングアプリがどういう風に利用されてますよとかいうのがあるんですけどこの中の一文に、えー、とマッチングアプリって、まあ、僕は相席やとか合コンマチコンとか合コンとかでも僕はうまくいかない制度にわらとしてるなって毎回思ってるんですよ。なんでかっていうと,、えー、と男が 女の人が無料で男が有料って結構多いじゃないですかマッチングアプリもペアーズは全部う女の人は無料だけど男は基本メッセージを、えー、読むのにまあ年齢確認もしながら大体3000円から4000円ぐらいだと思いますよあのキャッシュカード使って、まあ、一番安いのはそれですかねあの携帯から引き落としが一番高いんですけどで4000円ぐらいですよでさらになんかブースト機能をつけたりとかあの自分の検索が上に行くような制度とかもいろいろあってお金をかければかけるほど、えー、と有利になっていくって形になってるんですよ でこれってもうそもそもおかしいなっていう風に思ってるしだからお金があればあるほど、まあ、だからあくまでもアプリだしその、まあ、これでデータを取ってるっていうのもあると思うんですよ。あのど,んなどういう行動を取ってるで多分全部データが残ってると思います。例えば僕が39歳でどんな人に 例えばどの年齢の人に「いいね」してるとかどの年齢の,の職業の人に「いいね」してるとか全部データが集まってると思うんですよだから僕らは勝手にそのデータを勝手に盗まれてる状態ででくてこのデータをそうやって違うところのその婚活のところにこう出してあの提供してるっていうのがある多分このデータも売ったりとかしてお金を儲けてるような気がしてるんでだから実際のところ僕らは、まあ、いろんなアプリとかいろんな行動履歴とかもそうなんですけど、まあ、そこに,に情報とかいろんなのを吸い上げられてることをまあ。 同意しているしかもなぜかそれは男はお金を払うしねっていうのでなんかそこら辺に矛盾を感じててまあ実際商売だからう,ーんうまくいかないようにわざとしてるような仕組みっていうのはあるんですが、まあ、そのことはこの本に書かれてないんですよ。だからなんかこう実際こうやってあの未婚活の日本っていう形でマッチングアプリでもし自分の理想の人と結婚するんであれば例えば結婚相談所で20万ぐらいかかりますよ20万、うんえー、と 入れるのとマッチングアやっぱり20万課金するだったらどっちの方が、えっと、結婚自分の理想とする結婚相手が分かるとかっていう形でなんかそういうのが出てたらいいなと思ったんですけどやっぱそういうのも、まあ、特に書いてなかったりとかその結婚あ制約しましたこの人たちまあ半年以内だい大体やめてカップリングしててやめていく人がいるんですけどそのカップリングして半年間の時に男の人がどれくらい課金したかっていうデータがあると思うんですよ。だからそれもだあんま出しててなくてだから大体1月 3, か 4, だ月か からえっと、半年だから大体2万円から2万,から2万円弱ですか2万から2万ら二万五千とかで、えー、とカップルができて、まあ、それを退会して結婚してるっていうのがあって、まあ、この2万5千円っていうのがまあ高いのか安いのかっていうのはまあ置い,い,い,いとおいてですけど。 なんかこう,うん自分らの自社データの中だけで本を書こうとするとやっぱどうしてもそうなるしで商売っていうところを,をなくそうとするとやっぱそうだなで全部のデータを出してるわけじゃなくてで、ね、自分らの会社の都合の悪いところだったりとか例えばお金をたくさんかければかけるほど、えー、と40代でも20代の女の子とカップリングしてますって僕は絶対あると思ってるんで、まあ、そこら辺はねペアーズの攻略法になってんのかな。だけど 実際その女,性に求めてる女性が男の人に求めているものってあの経済力ではない、実際はですよ、実際はですよ。っていうのはなるけど、でも実際に女性の,あのマッチングアプリで男の人の人気ランキングみたいな年収が高い人ばっかりなんですよ、いいねがたくさんある人って。 で、実際のあのペアーズの攻略でいうと、まずいいねをたくさんもらわないといけないんで,で、マッチングしないといけないんですけれども、じゃあそのために何をするかっていう具体的なことも、まあ、あんまなくて、だからまあ例えば自分がたくさんいいねがあって、えっと、自分が39歳だったら39歳より上ですよ、39から、えっと、の上の人にたくさんいいねを送って、プロフィールをしっかりして、写真をちゃんと撮って、えっと、誠実さと価値観を合わせれば結婚できますよねっていうデータが出てますっていうことの話で、うーん、なんかこう、ちょっと 綺麗ごと、まあ、実際そういうデータが出てるのかもしれないですけどでもそのデータもあのこのアプリアップマッチングアプリの中でこう取ってるなのでだいぶずれてるような,なんかそのずれなのかなみたいな,なんかね個人的には、まあ、今使ってるんですけどこれ読んでてやったことある人とやってない人っていうのはやっぱかんの感じ方が違うと思いますし、まあ、どっちかっていうと。 マッチングアプリしてなかったからこれ見てマッチングアプリしてみようかなっていう人向けな本な気がしてるんでじゃあ実際初めて見ました一生懸命やりますでそれで自分の理想を追い求めないで例えばさっき言ったみたいに40歳の人が20代とか30代前半の女の人にいいね送らないでえっと丁寧に丁寧にそれ言われてどれやったら多分僕はこれ結婚できると思いますしマッチングもできると思いますちゃんと写真撮ってあのプロフィール作ってるんですよ。でもそれって 本当にその人ののの人たためめにになるのかな。なるるか日本国のためにはなると思うんですよ。それで少子化が,が改善されますし、まあ、最低あの2人は産まないといけないんでい少々出生率1.5以下になると、まあ、日本の人口ってどんどん減少していくって形になっていく形になるんですけど、まあ、でも日本の人口は実は増えててで未婚化が問題になってるで。出 民間が問題で出生率も下がってるから問題ということは出生率を上げないといけないから、えー、とそうやっていろんなよりごろみ,みしてる男の人と女の人によりごろみしないでください今すぐその,あのよりごろみしてる人同士であの価値観を誓ってそのわがまま言わないで妥協して結婚して子供作ってくださいって言ってるのかな、まあ、っていうふうに見えます僕はだから僕はその少子化問題は本当に大問題だけど。 でもそれがしばらく続く続と思いますよだって好きなことで仕事していこうとかいろんな考えがあるのでじゃあでも結婚だけは妥協して諦めましょうっていうのがなんかちょっと僕は違和感なんですよやっぱそこに関しては。うーんでそのねハラスメント問題もあるし最初にちょっと言ったあの時間差の一歩多彩性っていう話もあるしで不倫してるね不倫はなくならないし結局既婚者の人が持てるし。 でか、恋人がいる人がモテるし、どうなみたいな。そこら辺のとこどうなみたいな。で、マッチングアプリだ,だろうが、なんだろうが、基本的にはね、あのー。 見込んでやるっていうことがは前提にやってるんでじゃあ恋人がいないかってなったらそれは分からないじゃないですかそんなふうになってたらなのでまあいろんな人と同時進行して余裕を持たせるようなリハビリみたいなそういうなんかモテ気分を味わえるようなアプリになるのかなってそういうモテ気分を味わってそれでモテてる状態でリアルなところで声をかけるとか合コン行って別にこの女の子に振られてもマッチングアプリたくさんあの連絡取れる人がいるから別にいいし余裕だしみたいな、まあ、そういうところで使うのが一番いいのかなとは思うんですけど また自分でマッチングアプリしたりとかいろんな問題とかですねあった時にちょっとこの本に照らし合わせながら、えー、と話そうかなと思います。で、まあ、なんかペアーズの攻略本もあるみたいなんで、まあ、そっちの方もちょっと見てみたいのかなとはちょっと思ってるんですけどね。はいということで今回ですね未婚活の2本。もうちょっとこのいろいろ線をつけてるのがあるんでだからここら辺のところで、えー、と気になってるのとか取り上げてでまあ正しいなって思うとこと,とこれは違うなって思うとこ、まあ、それぞれ。 ちょっとずつ話できたらなと思っておりますはいということで今回ここで終わりますそれでは失礼しますバ,バイバイ